共通テストで絶対に解くべき問題と、これは捨てた方がいいよっていう問題、それぞれ3つずつ紹介したいと思います。これは絶対解くべき漢文の最後の1問、明らかに簡単です。英語1問あたり2点しかありません。ここに関して1問あたり8点あるんです。これは解かないだけ損、全力で解きに行ってください。2つ目の解くべき問題は社会などの知らない問題。マイナーめな知識の時はリード文とか本文とか読んだら結構当たったりとかします。だから諦めないでください。ちゃんと読めば推測できる部分があるので考えてください。諦めずに解きに行きましょう。3つ目はスタートの1問目です。1問目解けなかったら2問目3問目が解けないってこともありますし、1問目を気持ちよく解けるようにするために一番最初のところは結構しっかり勉強しておきましょう。一方で解いてはいけない共通テストの問題、数学のラスト1問です。解くと結構時間食われます。頑張って計算して2、3点、 85% ぐらいでいいんだったら各大問の最後の1問全部捨てると最初から決めといてもいいぐらいです。続いて英語のリスニングの最後の問題、4人の対話、結構しんどい問題。ポイントを絞って解ける限り解く、解けないところも捨てるっていう取捨選択をやっていかないと厳しいと思います。ラスト英語リーディングのファクトオピニオン問題です。9割目指すんだったら絶対解くべきですが、8割でいいんだったら捨てていいと思います。